はい、獣医国際貿易学教室では家畜が感染源となる細菌について研究をしています。具体的には腸管出血性大腸菌 O157 やカンピロバクターなどの食中毒細菌、それから薬剤耐性菌の研究も行っています。じゃあどのような研究かというと、それらの病原性の解析であったり、抗生物質によらない新たな治療法の開発研究であったり、これらの菌の関連で迅速な検査法を開発するような研究です。薬剤耐性菌については、使用する抗生物質によって薬剤耐性化の傾向が大きく異なるということが分かってきましたので、今それをどのようなメカニズムでその違いが出てくるかというふうなことも研究しています。私の研究テーマは寄生虫、特に原虫というものを対象に研究活動を進めています。この原虫自体は非常に小さくて、もちろん肉眼では見えなくて、もちろん顕微鏡でしかそれを観察することはできないんですが、動物、人に感染して、貧血、さらに下痢などの症状を引き起こします。やはり学生の皆さんと一緒に研究をしているということ、それからやはりその研究成果が社会のどこかで役に立つような成果が出ること、あるいは研究をやっていて予想外の結果が得られて、そこから今まで誰も考えつかなかったような新しい発見につながっていくっていう時に、研究をやっていて、あ、よかったな、楽しいなというふうに感じます。この原虫は、もちろん人や動物に感染するわけなんですが、原虫側にの立場に立った場合ですね、原虫は必死に生き、そして増殖し、そして子孫を残すためにですね、必死に生きているというふうに捉えることができます。私自身はその原虫の気持ちになって、どのように生き延びるのかということを逆手に取りながら、その原虫に対する防除策、つまりワクチンであったりとか新しい薬であったりとかといったものを開発することを行っております。で、この原虫自体は動物に感染して、悪さをするわけなんですけれども、まあ、そこをですね、打ち勝って、そして社会に貢献するということを、一番のやりがいに感じております。国際貿易学研究室は留学生を含め多数の大学院生、それから社会人の客員研究員の人たちから成り立っている研究室です。なので、獣医国際貿易学教室のドアを開いて入ってきてもらえると、小さな社会を見ることができます。新入生に対するアピールとしては、とにかく大学に入ったら貪欲に勉強してください。そして勉強するということは、さまざまな知識を身につけることですけれども、その知識を身につけた後には、その知識を使ってものを考えていく力を養ってください。今 COVID-19 が流行っていますが、誰もこのような感染症を予想はしなかったと思います。またその対策においても答えは一つではありません。その場その場で皆さん自身が皆さんの持っている知識や経験を生かしながら判断していくということが、皆さんが獣医師免許を取って社会に出た時にきっと求められるようになりますので、そういった知識と考える力をつけるために6年間しっかりと勉強してください。この研究室はですね、獣医免疫学教室というふうに言います。で、3つのキーワードによって、研究活動を行っているんですが、一つは先ほど言いました原虫です。もう一つは免疫、そしてもう一つはですね、野生動物ということをキーワードにしています。野生動物に関しては、現在我々の研究室では、日本ライチョウ、これは絶滅危惧種になるんですが、このライチョウを保全するために活動を行っています。この日本ライチョウはですね、数が、激減しているにもかかわらず、原虫にも感染しており、そしてそれが数を減らす一因になっているのではないかというふうに仮説を立てています。
この日本ライチョウをですね、原虫感染から守るために現在日本アルプスにおいて活動を進めています。大学というところはですね、もちろん社会に出る前の、まあ、直前の段階ということになりますが、いろんなことにチャレンジし、そして様々なことを吸収できる場でもあります。ですので、新入生の皆さんはですね、これやめとこうというような、まあ、食わず嫌い的なことではなくて、何でもチャレンジし、そして貪欲にいろんなことに、いろんなことをですね、吸収するようにしてください。その結果、自分が行ってきた、辿ってきたこの4年間、または10位であれば6年間がですね、一つの道となって、そして社会に出るための大きな大きな助走になると思います。頑張ってください。